楽しみだな。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。距離を取った。でも彼の考えは読めてるから、もう少し我慢して。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。距離を取った。でも彼の考えは読めてるから、もう少し我慢して。このマダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置をコントロールできないから、君がちゃんと見極めてね。固まった風球を砕くと加速の輪を作れるんだ。これほどの数のマダンの中で少し難しいのはわかるけど、これしか方法がないことを分かってくれ。難しいのはわかるけど、そのマダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置をコントロールできないから、
君がちゃんと見極めてね。Guys, sekian dulu untuk video kali ini, dan kalau suka dengan video ini silakan klik like, share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.